もう一軒古着屋行きたいですね。せっかく京都来てるしな。春の服欲しいって、うん、かなさんが春服が欲しい。え、今向かってるとこは山田くんが行ってたとこ。中学の時、中学の時に行ってたとこ。ここかな。ん、ここの三角公園。これって上です。あ、ここや。またある。あ、でもここやな。なんか2つあって、この上かその隣のビルか。どっち。半地下、これ。あれ、これ新品。新品やな。なんかこっちちゃう。こっちは2階の方ちゃう。そうなん。お店広げたかもしれない、ね、すごい。これ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 、うわすげえ。うわ行ってみよう。行けるんかな。包丁やな。はい。オッケー。いいね、懐かしい。変わってない雰囲気は。いやいやいや、だって前あっちやから。あ、もうここは初めて。違うとこやから。っていうかこのお店がまだあることがすごい、うん、古着屋の激戦やん。すごいね、たまらんな。靴もね、靴もチャンピオンのスウェットも多くで、切れそうですよね。小学1年生とか、うん、まだまだや。かわいい。小物もなんか充実してるよね、ここ。ね。ドジャースね。な、いろいろ。かわいい。かわいいな、あの子供用のやつの近く。あ、それ、それええやん。なんかそう。これ、山村君好きせんな。ね。これ、好きちゃう。ピピピピってすごい。いい。あ、違うね、かかってたんで。入れてもいいんです。あ、いいそう。それ好きそうや。すごいかっこいいこれ。これでも金ってすげえな。後ろもめっちゃかっこいい。何これすげえな。フリーメイソン。フリーメイソン。これ？これ。そうですね。え、そうなの？はい、あの帽子、前の帽子もあそこにある帽子でしょ。フィリメイソン。どういうことですか、この帽子。うん、この帽子です。あ、こういうことです。そう、はい、これは別にその本間の正規とかそのフリーメイソンの方が着てたわけじゃなくて、デザインとしてこうなってるわけです。え、そうじゃないですかね、当時。マジの、はい、マジのやつ。一回羽織ってみます。うん、うわ、かっこいい。かっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいい。そう。サイズ感もバッチリ。え？めっちゃかっこいい。俺のそっくりの。見る前違うんですね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい、これ。これ結構珍しいです。そうですね。これめっちゃかっこいい。こういうシャツメーカー。あ、しっかりしてますしね、作りも。めっちゃかっこいい。で派手そうに見えてなんか着やすいですね。なんかこれめっちゃかっこいい。それ好きやろ。これエグい。これエグい。値段見てない。ああ、すると思う。何ぼ？59,000。あ、でももっとすると思う。いや、これはするやろ。あれ9円もあの雨村の。はいはいはい。もうソールドアウトやった。そう。え、メンバーの会員の方がみんな来てたってこと？なんですか？そのような気がしますけどね。多分ボーリング関係だと思うんで、そのチームで作ってるか。え、ボーリング？はい、もそもそもボーリングシャツのブランドなんで、はいはい。みんなでボーリングしようやって言って、まあ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 、作りはったみたいな。そういう当時のその人らが遊びで。これすごいな。それめっちゃかっこいい。これやばいな。レジンのとこにある。ね、2つ。兄弟できる2つ。あれかっこいい。うわ、あれめっちゃかっこいい。このシャツもかわいい。女の人のね。これ、
これも売り物ですか。これ売ります。40万ぐらいですか。40万え、これ40万あのバックパネル、うん、これめっちゃいいですよね。あのあっちのトラノスカジャのトラは売ってないですね。あれは売り物、はい、これも売り物じゃないこれ、はい、なんかつけてないですね。あ、売ってない。欲しくなることってあんねんな。ああ、攻めてる。確かにかっこいいよこれあんな満足してまだ欲しなんねんよいや、これは欲しくなりますね。なんでこんなん出してきたんやこれめっちゃかっこいいなエグいな。エグい。これやばいやんな。それやばいっす。やばいなこれ。これはあの何あのスウェットに入るんかな。さっきのレジで半額になるやつ。怖い怖い。テンポちゃう。これならんのか。どういうことですか。ん？そう、京都全体で町おこしのためにやってる企画ちゃうだうん。このロジャース。そうかそうか。これすんごいね。でもこれ思うけど、店が変わるだけで値段当たり前やけど、もっと高く売るとこもあるやん。なんかほんまにさ。な。俺知らんかったんやん。 この辺歩いとったから、うん、でこれ好きなんちゃうんって持ってきたやんか。持ってきた。持ってけんかったらこんなことになってないやそれよかれと思ってやん。いや好きやろ実際。好きよ。そうやろ、うん、でも俺腹いっぱいって言ってたやん。だからもうそうやったらもう買わんときいや。そういう風になってないねえ鍋に。ねえいやもう返しときめっちゃかっこいいってなって思ってるから。また取られんで。そう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 。さっき取られたやん。そう赤いの一着ウィーゴーさんでやばいで。いやかっこいいよ。安いんじゃないん。いやそうやと思います。前だって見た時にさ思って値段6万かな、うん、やばない。でこのクオリティやろ。でこれあんま見えひんやんこの色合いも。めっちゃかっこいいやん。なんでこんなんいいんちゃう自分へ のご褒美として。5000じゃないの？ちゃうって。レジ通してみたらもう分かることやから。これはかっこええな。やばいな。うん、買います。これすげえな。これすげえな。後悔そうですね。これ買わない。なあ、うん。一回あそこからフラット出てくるの届いてもらって。いっちゃおうかこれはすごいね。これいっちゃうわ。いっちゃいます。うん、厄介なもん持ってきたなこれすみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕ね中学の時からロジャース来てるんですよ。あ、そうですか。はい、だから、今43やから京都ですか。はい。あ、違います。滋賀県で。へえ。だから何年前？15歳、30年前ぐらい。じゃあ隣の下やった。隣の下やったんですよ。一番いい時です。ですよね。あの時ね、古着が。でロジャースさんってまだあんのかなと思って来たらここに。現在です。もう一人いたじゃないですか。あれ息子なんですよ。もう二代目に入ってるんですよ。
で息子が今帰ってきて、あ、そうなんですか。さっき喋らせてもらったお兄さんですよね。で僕さっきお兄さん喋ってたら、以前大阪でジャパンブルーで接客されて、ジャパン見てる顔。ジャパンブルーってのは何なんですか。あの岡山小島の堀江の、はいはいはい、そこ来られて、はいはいはい、うちの息子が接客して、はい、インスタ上げさせてもらった。いや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 、すげえな。そんなん込み込みでやっぱ買わなあかんな。そうね、マジで。やっぱり思い出の場所。いや、ちょっと待って、あの時間めっちゃかっこいいな。なんなんあれ。はい、見たら。いや、大丈夫。なんか分からんけど、あれ多分30万ぐらいするやん。あれちなみにおいくら。どれですか。あの真ん中のやつやろ。これですか。そうそうそう、これいくの。値札ついてるもん、ね。やばいな。そこはしないでしょ。結構しますね。何もいく。14万。うわ、そう、強しくん。そうね。強くしからの店長さんあんま値段把握しない。だからあのバイヤー買ったから。僕も値段打てないですよ。なるほど。これ取り置きしてます。これは。これは違いますね。あれ。江ノ島 D は。これってえいけます？はい、全然。値段見ようか。値段見ようか。あ、15,180。可愛いな。ちょっと来ていいですか？うん、もういいや。バッチリやん。これめっちゃいい。バッチリやん。うん。どう？女性も。どういう格好を普段します？どういうのが好きとかあります？それこそ結構メンズ系着ること多いですね。そうか。ボーイッシュ系。ボーイッシュ系な感じ。ああ、そう。今日中どんなん着てるんですか？今日真っ白ですね。古着着てこようかなって思ったんですけど、今日普通に真っ白。ああ、でも自由のもの。可愛らしい。オッケーオッケー。春服ね、丈の短いジャージとかな、可愛いけどな、サイズ感こんな可愛いのにな、こんな一枚でも、春やったら、あんまり好きじゃないですか。いや、結構好き。こういうの好き、はい、いいやん。何色でも似合うね。うん、あ、でもこっちがいいかな、俺は。どっちも似合ってるな。でもこれ一回着てもらおうかな。うん、一回ですか。うん、試着室なんかちょっと試着させていただいて。あ、どうぞどうぞ。うわこっち楽しんでんな。あ、でもゆうきこっちこっち、うん、ああ、そうか、ね、2枚とも買ったよ。綺麗なほんで2枚とも買ったよ。いくら6,000ほんで、こっちは4,000。安い。いや、2枚いったかな。2枚いってめっちゃ山田くん6万のやつやで。あ、ゆうきこれ。あ、すごい、めっちゃかっこいいやん、これ。山田さん、このシリーズ集めてる。いや、ほん、いや、いや、集めてないよ。いや、俺この全面、あ、でもちゃんと正規のやつやん、タグが。ほんまや、すげえ。一回着てみたろ。あ、しょいしょいしょい、俺全然、俺持ってるから。いや、俺ジョーダン持ってるから。もうな、勝てない。めっちゃいいやん、うん、あ、かわいい、かわいい、かわいらしい。スカートも履いたりするときあります？ロングスカート本当にたまりなんとかも似合うし、いいやん、うん、センスありますね、やっぱり。ありがとう。それじゃあプレゼントしようか。いや、いいよ、プレゼント、うん、いいんですか。いいよ、ありがとうございます、うん、いいと思う。これ着てみます。これ試着します。僕も、はい、ちょっと試着してみます。え、俺これ今日やばいな。このなんか充足感、満ち足りている心が。ネット大丈夫？じゃあ俺バイク乗らへんねや。俺も行ってもバイク乗らへんねん。
一点もんとかじゃなくて必要ないのよ。だってさ、俺はその中学の時やったらこんな変われへんやん。いや、そりゃそうよ、夢のようなさ、そう欲しいって思ってもきっとあったと思うねんな、その時も。分かるわ、だっけなこのジーパンみたいな。それを今30年ぶりぐらいに同じ店来てカードでピッて向こう行っていいですか。なんか長くなりそうやった。感動ほんまに。二人かな。いいよそんな。全員レジ終わったからびっくりした。声は遠くなっていってるな。いや、いいと思う、いいほんまにいいと思う。綺麗、絶対いいと思う。これ買います。うん、ちょ来て一回。ん、いや、そのさ30年前、うん、まあ多くて2万円やったわ。まだ終わってるかとか。1万円かな、基本1万数千円の握りしめて来てたわけ。貯めて貯めて。さんの思い出は。その時ジーパン見たりして、でもあの時ってビッグイーとかヴィンテージのジーパンむっちゃ全盛期やから高い高い、変われへんのよ。じゃあ読んでまで聞いてほしい。でも今その思い出ごとを取り返したっていうか、あの時の自分を。もう大丈夫やからな、ロジャーさんでいつか俺はいいやつ買うぞって言ってあげたい。素敵な話が台無しなんだ。何回も言われた。めっちゃいい話やった。皆さんいいでした。いただきます。いただきます。メニューにないんですけど、僕の気持ちでよかったら食べてください。うわ、ありがとうございます。見ました、うまっ。めちゃめ